当に死に物狂いっていうか、もう戻れないんで、格好つけて出てきて、はい。うちの地元はサンマって生でしか食べないんですよ。おろしてる時で、あ、これは生でいこうとか、こっち焼きだとか。中トロと、いぶりがっこと、芽ネギ。トロタクはどこでも出してるんで。トロがっこやばい。こちらはこの赤いツアーからですね。こちらの三陸のカレーの南蛮漬けですね。で、真ん中はこちらのこちらもクジラの刺身ですね。ニタリクジラですね、はい。で、青い器はこちらも、スルメの三陸のスルメの旨煮になってますね。あ、うまっ。カレー肉厚ですね。そうですね、もう本当にブリブリのカレーなんですよ、本当に。あんまりなかなかこっちではないぐらい。基本的に自分が出すのは自分が食べたいものを出すんですよ、お客さんに。それが一番。ちなみにクジラはこれ仕入れはどっから仕入れますか。あ、本当地元から、地元から送ってもらって、場所は大西洋とかそういうこともあれなんですけど、はいはいはい、加工してるのが地元その三陸のところにあるので。東北はクジラ結構食べる文化はある。そうですね。あ、うまい。あ、もう好きなやつ。めちゃくちゃうまいですよね。これタレは、これあの自分が作ってるタレなんです。甘めっていうか、でタレがやっぱりこのちょっとクジラのワイルドさを消してくれてる。 あ、うまい。ちょっとだけあったかくて噛めば噛むほど。大将のキャリアっていうと、その寿司職人歴とかキャリアはどんな感じの方なんですか。今日9年で、去年オープンして、まあ、1年、まあ、今で10年みたいな。9年はずっとお寿司屋さん。日本料理と寿司かっこ。ご出身が岩手なんですけど、修行は関西で。あ、関西なんですか。あの有馬温泉で日本料理を。おお。三重で寿司かっこ。へえ。それから実家に戻って。またすごい移動距離が。そうですね。岩手から。親父も関西だったんで、修行が。あ、そうなんですか。ひいばあちゃんから始まってるんで。つまり、ご実家がお寿司屋さん。そうですね。お寿司屋さん家系。そうですね。ひいばあちゃんが料亭から始まって。岩手のどこなんですか。岩手の山田町。山田町。釜石市と宮古市の間で、岩手県のここってなってるところなので、だからうちの地元はその本州最北東の駅が、一番北の一番東の駅があります。三陸のカツオですね。カツオのたたき、腹の部分ですね。で、皮目だけ炙って、こちらのポン酢玉ねぎと薬味しっかり。油あるけど、いわゆる戻りがつお的な、ね、ちょっとこってり感というよりは、でもあっさり系の豊満な感じの油が、はい、いや今年めちゃくちゃいいんで、戻りがつおが、はい、だからもあえて本当に肉厚にシンプルにうまい。寿司亭ひろさんは予約したいってなったらどういう経路で予約を取れればいいですか。予約サイト、食べログ一級、あとは公式 LINE、あとは電話予約。結構ネット予約も充実してて。そうですね。でも公式 LINE がやっぱ優先。公式 LINE が入ると、もうそのネットの方の予約は止めるっていうか、その公式 LINE は1回来たら知れるんですか、それともどっかに載ってるんですか。Instagram のフォーム。いや、これ相当でかいですよね。これまた面白いですね、形が。これが一番高いんですよ。え、この傘が、はあ、こうやってあんまり良くないですよ、開いてる。一本で何万とか使うんですよ。今この蓋になってるこれがおちょこ。おちょこで、はい、はいはいはい。で、おお、入ってますね。
白身魚に入れてるんですけど、アイナメなんですか、三陸のアイナメだし。そうです、アイナメのアラと、あと昆布と、あともう松茸。うまっ。アイナメの出汁って結構普通ですか。あの普通、あのハモとか、あの関西だとハモとか、あのクエとか、アイナメって三陸の魚なので、今日アイナメでいこうと思って。うわでもこれ出汁だけでもううまい。では秋の味覚のもう代表作ですよね、松茸は。国産の中でもやっぱ岩手は今、かなりブランド。うわっ、違うわ。食感が違うと思う。うわ、食べ応えがすごいある。大宮そしてヒロさんの営業時間とコースのなんか種類っていうのは。ランチは握りだけです。ランチは税込み5,500円、10貫から11、12貫ぐらいですかね。はい、夜が、季節によってコースがあったんですけど、スタンダードのコースは1つで一応16,500円、税込み16,500円。スペシャルなチーズもあるんですか。そうですね、あの5月から7月はウニ、生ウニコース。はい、地元のウニ、うち地元のウニしか使わないんで、他の期間ウニ出さないです、うち。つまり結構じゃあ紫。あ、そうです、生の紫ウニです。で、自分も地元いる時、おじとウニ漁行ってたんで、他のウニには本当負けないウニを。5月から7月がウニで、3月から5月が毛ガニコース、三陸の。だから今回のその松茸の土瓶蒸しの場合は、土瓶蒸しなしだと通常に16,500円の通常コースで、はい、で松茸の土瓶蒸しありだと2万円、全国民が2万円。じゃあ今日その取材させていただいているコースは税込み2万円税込み2万円のコースを今いただいているって感じで、そこにいろいろお酒飲んだりとか、ね、まあ、追加ネタ食べたいのある、はい、一斉スタートですか。一斉スタート、ランチが12時から12時から夜が18時から。じゃあ10時からなんですけど、あのうち特殊で、はい、基本的に18時なんですけど、先にご予約いただいた方の時間スタート、だから最初の方が7時って言われたら全員7時になります。じゃあもう今日も1回転のみ。そうですね、ランチも夜も1回転のみで、マックスカウンターが何、6名、6席。デンマウンテン、うちの地元は山田町って言うんですか。その反対に田んぼ山ってことですか。そうですね、これブランドですか。そう、僕の友人がそうですね、作ってるデンマウンテンシーコーストマーケットっていう会社なんですか。そうですね、会社です。デンマウンテンっていう会社。そうですね、これはいわゆる一般の方も買える。買えます、ネットとかで。牡蠣の漁師さんですか。そうです、あの養殖。これはこれもだから山田町の。そうですね、最初の地元の牡蠣。これ何牡蠣って言うんですか。セル牡蠣、マガキとかセル牡蠣。マガキ、生ですね。生でめちゃめちゃこだわってて、この牡蠣、はい、僕の友人も年間何百個と牡蠣食ってるんですよ。当たっても食ってるんですよ。牡蠣ってやっぱ海の中ですごい呼吸をしてて、ウイルスとか栄養も全部吸ったり吐いたりするんですよね。その海から揚げてから48時間浄化した綺麗な海水に入れて全部吐かしてから出荷なんですよ。だから当たらない牡蠣っていう。あ、これ当たらないんだ。そうです。塩の香りが強い。牡蠣もその産地とか個体によっていろいろあるじゃないですか。これミルキー系というよりはプリプリの、そうそうそう、いわゆるヒダがちゃんとしっかりしてて食感系の牡蠣。ミネラル系ですね。本当にあっさりしてこんだけしっかり味があるのは、あのヒダのヒラヒラのところにすっごい味がある。そうそうそう、結構珍しい味わいの牡蠣。ああ、そうかもしれないですね。三陸の天然のヒラメですね。うち、あの寝かせないですよ。初日？今日？塩を割ってるんですよ。それでこんなちょっとしっとりするんですか？送られてくる魚をおろすとやっぱり水をまとってるんですね。ちょっと水分が。それが嫌で塩を当てて抜くんだ。そうですね。僕は絶対熟成はやらないですよ。でもフレッシュのヒラメだったらもっとブリンブリンしてるイメージだったんですけど、2、3日置いてるのかなって思うしっとり系だったんで、味が濃かったっす。あ、
その塩の塩味にイカの甘さが化学反応してなんか高め合ってる感じがします。そうですね、相乗効果っていうか、旨味が強いお塩な気がします。ああ、そうですね、シャリが美味しいです。ありがとうございます。なんでこんな濃いんですか、この塩。水分抜いてこんな粘りが出るんですか。泳いでたところの海水をかけてるからなのか、粘りがすごい感じるんですよね。でもちゃんとあの白身の味っていうか、もうしますね、味が濃い。でやっぱこのシャリと煮切りがまとうことで余計にそのグッとネタが引き上がる感じがします。王道王道の味、ちょっとまだ身質がプリッとしてて、あーそうですね、でも脂がありますね、味がしっかり。本当にな食感、美味しい面白いのがちょっとまたシャリの感じ方が変わりますね。同じお米なんですけど、ネタによって表情を変えるシャリですね。結構しっとり系かなって思いきや、やっぱ最初プリップリってこう弾力がある。はい、口どけがすごい。ある。すごいですよ。もう包丁入れた時からもう結構ベタつくっていうか、ポテンシャルがもう個体がいい。はい。何もする必要はないです。いやこれ後半の香りがすごいですね。うわ、サワラの余韻がすごい。結構しっかり茹でてるんで、そうですね、噛めば噛むほどタイプの。もちろんその岩手のお知り合いの方とかもいらっしゃる中で、飛び込みで埼玉に来られたじゃないですか、はい、最初のうちから結構順調だったっすか。いやもう全く、全然最初その本当にオープンした頃はあの知り合いとか仲間とかが来てくれて、はい、あれスタートダッシュいけるわこれって、意外といけるんちゃうみたいなっていう感じだったんですけど、はい、もうそのオープンお祝いが終わっての2月、3月、4月ぐらいまで本当に誰もお客さんが、で地元だったらやっぱりその今日来れるとか誰々社長さん連れて来れるとか言うんですけど、全く地元じゃなく誰も知らないんで、だから本当に毎日 SNS 投稿して、はい、席空いてますこれ入ってますでも揃ってます魚っていうのを毎日あげてたんですけど、やっぱり全然広まらないですし、あのなんなら隠れ家なんで本当に探さないと、うん、来れないっていうところで、まあ本当に大変っていうかきつくて、バイト探しをいっぱいして、あの営業終わった後にもう本当に深夜バイトコンビニをして、で朝終わってそこからまた仕込みしてランチ営業して、でディナーしてまたバイト行って、寝れないっていうか、もうね、何を寝てんだろう、稼がなきゃ、でいつか笑える日が来ると、もう本当に死に物狂いっていうか、うん、でもその時もでも楽しいのは楽しかったですね。きついですけど、いや絶対笑って話せるネタになると、はい、時が来る。でもう全部頑張って、でも本当に5月ぐらいからお客さんが本当に来ていただけるようになって、そこからバイトの方がきつくなってきて、もうだから辞める時はもう 一気に辞めましたね。もう何されたんですか、そのバイトは。いろいろコンビニと、あとあの現場もガードマン警備員みたいな。そうですね、交通整理みたいな、はい、へえ。まあもう探して、あこれいけると思ったら行ってみたいな。その忍耐力と執念というか粘り強さが、それはもしかしたら空手とかのあるんですか。そうですね。であとはもう一番は戻れないんで、タコつけて出てきて、あいやちょっとダメだったわなんて言ってはやっぱ帰れないんで、本当いつか笑って話せる日が来るっていうのと、絶対無理だって言われた人たちに今に見とけよ、何クソ根性が、順調に言ってたら生意気な子だったと思うんで、それがあったからこそやっぱりやってこれたかなっていう。
いわゆる酸味系ですね。そうですね、冬マグロの走りの自分が好きなマグロですこんなジューシーな赤身だな。髪と違ってちょっとバターみたいに溶けていくじんわり系の、噛んだ瞬間にこの厚みがギュッてこう溶けてジューってこうなっていく。味濃いっすね。ちょっと他のと違いますねテイストが。この身が甘い感じは爪ですか、アナゴの味付けですか。アナゴ本来の脂が甘香ばしい感じ。これありそうでなかった。意外と燻製が中トロと合う。いぶりがっこが主役かもしれない。そうです、本当に。でしかもこのいぶりがっこ、美味しいいぶりがっこで。いぶりがっこって原料とかになるんですか。あとタクは一緒です。大根。大根か。大根をいぶしてる。トロタクはの独特の出してるんで。海苔があって、シャリがあって、マグロがあって、真ん中に芽ネギといぶりがっこなんですよ。あ、そうそう、包みたくて。あ、やっぱ中心が結構この香りとか食感が強いんで、でまたやっぱ噛むとどんどんそれが全部広がって一体化するっていうすごいクリエイティブですね。でシャリのお米、お酢、お塩、どういうものを使ってらっしゃるんですか。塩は普通の塩、ザラメ。そう、白酢なんですけど、その白酢にもちょっと食塩が入ってる酢を使ってるんで、お米は岩手県産の銀河のしずく。粒感がすごい。そうです、粒が本当に大きい。ほんのり色がついてるんですけど、これってザラメの色ですか。そうです、ザラメの色。ザラメちょっと茶色いんですか。茶色ザラメ使う。塩味を飴で、甘みと酸味ですね。そうですね。あ、ちょっと珍しいシャリだな、これ。一つはすだちだけでして、もう一個を大根おろしで食べても。これなんであえて丸ごとじゃなくてこう丸めたスタイルで。そのままだったら家でもできるんですよ。でもこれってあのちょっと加えることによって家ではできない食べ方だったりするんで、こうやって食べるとやっぱ全然味も変わるんですよ。骨も全部抜いてるのもそのまま丸ごと食べれるっていう。うまっ。
めっちゃ熱いですよ。食べ応えがサンマってこういうの食べれないんで、絶対ほぐして骨取って、本当にこの食べ方ってうちでしか味わえないっていう。もう一個はガッツリおろしを。そうですね、旨味が中にも閉じこもってるから中がすごい熱い。そう、旨味もう油とかも全部が、サンマ汁が口の中に大洪水。あ、どっちも美味しいんですけど、僕はおろし派。ひんやり感がまた温度差があって食べやすくなる。うちの地元はサンマって生でしか食べないんですよ。本当に生で食べれなくなったものを塩焼きにするんですよ。で、今回その塩焼きのやつも生で食べれる、生のこっちのサンマの方が生はいいなと思って。もちろんどっちもいい個体だけど、こっちの方がより選抜というか優秀。はい、はい、おろし過程は一緒なんで、おろしてる時で、あ、これは生でいこうとか、こっち焼きだっていうのが。間にネギをかまして、上は生姜。でもちょっともう油がもちもちしてる。やっぱ皮目のちょうど金粉に入れている包丁入れた角っこの部分がコリッとしてる。そこを噛んだ瞬間にネトーって油が広がっていく。個人的には今シーズンナンバーワンの生のサンマ。油がすごい、なんていうかな、優しいけど味が濃い。ちょっとこのフォルムは興奮が止まらないです見てるだけで美味しいです。なんで1枚じゃなくて薄くして2枚重ねで握ったんですか？しっとり系なんで、うちのサバが。なのでそのサバ感を味わってほしいと思って、でこれを厚めに切るとその締めた感じがあんまり今度分かんなくなっちゃうんで、逆に薄く2枚でやるとしっとりと締め感をどっちも味わえるように、薄めで2枚付けします。油の乗りすごくないですか？そうそう、だからあんまり締めすぎると味わえないんですね、この溶ける感じが。うまいサンマと締めサバのどちらにもすごいやっぱ個性もある、はい、同じ油がある青魚なんだけど、締めサバの方が余計に大将の技術を感じました ね。 そうですね、やっぱ仕事してるんで締めサバはやっぱ食べてもらいたいです。まず一番下、第1層はシャリですね。これシャリ。シャリで、第2層が赤身。赤身、北に水産の赤身、はい、で、またシャリ。シャリで、最後に三肉のイクラで、北に水の中トロ。今日ちょっと赤身も入ってますね。そうです、切れ足が真っ赤っか。あのブレンドっていうか、混ぜました。うわ、食べるのもったいないな、これ金属の遊びですイクラがまた、なんかより醤油感を出してくれるというか、ザ醤油漬けっていうか、軍艦でイクラ出さないですよ、これでイクラ出すんで。マグロがなんか柔らかくてすごいうまい。なかなか食べないじゃないですか、こういう風にマグロを。なんか握りで食べた時よりも細かく切った方が油を感じますね。トロ感が赤身も含めてすごいある。もちろん映え要素もあるんですけど、本気でうまいですよいや、これ止まらんですね赤身、大トロ、中トロって感じでした。ああ、わかります、わかります。そうです、そうです。こんな赤身飲める店ないですよね。そうですね。全出しなんで、蔵にも残ってないんですよ。
だから自分はその1本ずつ置いてるんですよね。あとこれってあと来年しか飲めないですよ。今置いてるとこなくて。この2種類は年に2回しか来るらしいしね。その左の武士2つのやつと右側の色違いというのは何が違うんですか。こちらの純米吟醸、はい、こちらが、純米大吟醸、こちらは大吟醸。ほうほうほう。大将今日本当に楽しい時間ありがとうございました。もうすごい美味しかったし、何よりもこうトークが、まあ、同世代っていうのもあってこう距離が近くてすごいいろいろ教えていただいて楽しかったんですけど、大宮寿司亭ヒロさんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところですか。一番はやっぱりその岩手の魅力を伝えたい、で岩手に行ってもらいたい、ちょっとでもいいから岩手に行ってもらいたい、岩手を想像してもらいたいっていうのが今一番力を入れてるところではあります。ただ本当にあの隠れがね、うちに来たいっていうならないと多分たどり着かない。来ないですよね。そうですね、一人一人に岩手の魅力、一貫一貫三陸のものを味わってもらう寿司屋をやるためには、やっぱり駅からちょっと離れた隠れ家 でゆっくり味わってもらいたいっていうのがやっぱコンセプトであったので、岩手で松尾芭蕉が奥の細道っていうのを言うんですけど、はいはい、ここはもうあの大宮の奥の細道。なんか美味しかったっすけど、やっぱこうトークがまた、そうですね、やっぱ面白いトークがたくさんついて、ぜひ、いろんなお客さん来られると思うんですけど、はい、楽しく。あ、本当にあるんです。岩手愛全開で、そうですね、いろいろ岩手も全面押しで、また季節変えて教えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。